もう大阪マラソンでね、2時間6分18秒だったか。はい、そうです。ね、学生新記録、初マラソン新記録、おめでとうございました。ありがとうございます。ね、やっぱ勝ち切ったというのはすごいと思う。うん、ここはすごい。記録とはね、後からついていくんだけど、勝ったということはね、すごいことだと思う。チームにも出るレースで勝ち切るって言ってたので、あの前々から、はい、その時になんかキャプテン帰ってきて、いや外国人強かったからそれは無理でしょなんて言えないんで、はい、そこは絶対に言いたくなかったし、はい、なんでまあそこは勝ち切っ、最後あの場まで行ったら勝ち切ってやろうと思ったので、やっぱりどのレースにおいてもやっぱり他大学の選手に勝ってくることが大事っていうところで、やっぱり日体大記録会の組とかによるんですけど、やっぱり同じレベルの選手と一緒に戦うっていうのがあるのっていうことがあるので、まあ、やっぱりそこで勝ち切るっていうのは、そういう意味を込めてっていうので話をさせてもらって、やっぱりそこが浸透した部分と、やはり上位陣が最初宮古島駅伝だったりだとか、まあ、僕だったりだとか青木の学生ハーフの優勝もありましたし、あの玉のハーフで上原、野中っていうところが走ったことによって、やはり徐々に浸透してた部分はあるのかなとは思いますね。まあ、もちろん結果っていうところで背中で引っ張ってるっていう部分も、まあ、大事にしている部分ではありますし、まあ、言葉的な部分でも引っ張っていかないといけないかなって思ってるんですけど、まあ、なかなかそこはまだ難しい部分もあるので、前田監督のアドバイスもいただきながら、やってるかなっていうところではありますね。全日本大学駅伝でどういう走りをしますか、したいですか。そうですね、まあ、やっぱりエース対決今回やりましたけど、まあ、エース区間っていうところで、まあ、またしっかり勝ちを決める走りっていうのはしたいなと思いますし、うん、まあ、コンディション次第ですけど、まあ、やっぱり憧れの田澤さん近藤さんっていうところを、はい、をしっかりと見ながら、うん、まあ、目指していきたいかなという気持ちもあるので、うん、まあ、もちろんチームの勝負走りっていうところに徹しながら、まあ個人っていうところの走りっていうのも、まあ、多分それが最終的にチームの結果につながってくると思うので、まあ、そういった走りっていうのが、まあ、自分の中で求められている部分っていうのは分かっているので、まあ、しっかりエースらしい、勝負を決める走りっていうのをしたいかなと。絶対王者、今年も君臨。伊勢で決まる日本一、全てをかけた戦いがここに。全日本大学駅伝、11月3日朝7時45分。